さて、私ですね、今回深夜3時という、この時間に、オールナイトニッポン、初めて登場させてもらったんですが、今後も、先ほど申し上げました通り、4月から月1とはいえ、この時間、3時からというのを担当させていただきますので、私としてはですね、この1時3時は慣れているけど、3時5時って、どうなの？どうしたらいいの？というのですね。この辺を、この時間帯のスペシャリスト、ベテラン、任せとけの方に教えていただきます。あの方よ。3時の先輩、深夜の先輩、谷山ひろこさんに、いい番組を放送するコツを、教えてもらおうのコーナー。個人的に中島のためだけにあるコーナー。いらっしゃいませ。3時の先輩やめてください。3時の先輩。ね、本当に3時5時生ってやるの？そうなのよ。大丈夫？いや、大丈夫でないのよ。体力とか。いや、大丈夫だよね。いや、その時間は大体私は1時3時で終わったら、うん、もう帰ろう、帰りにラーメン食べてく。でも、デロデロの時間帯、このデロデロの時に、シャキッと、うん。谷山さんは、はい、ちなみに1982年の4月から86年3月まで、はい、丸4年、オールナイトニッポン木曜、二部、三時五時を担当されてたんですね。そうでしたか。ありがとうございます。はい、気持ちとして深夜でした、うん、朝でした？いや、深夜ですよ、もう。深夜でした。うん。私はね、だいたいちっちゃい頃から夜型だったのね。うん、だから割とその時間を元気。まだ起きてる夜なのね。そう。ああ、そう。今も割とね、調子が今上がってきたかな、ぐらいの感じだから。嫌なやつ呼んじゃったねーって。あ、すいません、親しくしを聞きまして。谷山ひろこ先輩に。あ、すいません、なんだって同じ事務所なもんね。だってさ、同じ舞台で上がって、芝居してもらったんだもんねー。もうご迷惑おかけして本当に。いやもう本当、困った時の谷山さんでお願いしちゃったんだもんねー。だけどさ、座って朗読するだけって言ったよね。言ったっけ？言った。だから、それならやできるよって言ったら、うん、リハ始まってみたら、うんうん、すっごい動かされて。あ、そうだっけ？そう。いや、足も痺れるかなーなんて思って、ほら、演出家の中島さんとしてはさ、座りっぱもかわいそうだな。いやいやいやあーヘッドホン抜けたーちょっと待って。落ち着け。喋ってて落ち着け。こういう時誰かいてくれると便利ね。ほんで、ほんと元気だよね。いや、あの、業務上は私はデビュー多少早かったけど、うん、人生の先輩じゃない。やっぱ。あら、そうかしら。うん、人生のまあ、4年ほど？え、さほど変わらないわ。先輩はこんなに元気だと、やっぱりなんかね、うん、なんていうのかな、力づけられるというか、あ、まだ私も大丈夫なのかなと思えるよね。うん。ただ私のもう、この人が元気なんだからって、10代の人聞いたらもっと若くなっちゃうわけ。明日から小学校みたいな。いや、そうではなくてさ。そうじゃないんだけど、ね。でもって、3時5時に喋ろうと思ったら、うん、晩ご飯は何時に食べたらいいんですか？ね、どうしてたかな。さっきは、うん、2時ぐらいにパン食べたけど。2時？うん。昼？夜？夜に決まってるでしょ。2時に食べる。うん。そう。いや、だって私、オールナイト1時、3時だった時は、結構早めにもう、6時ぐらいには食べちゃってて。うん。その後食べなかったの？全然？いや、お菓子ぐらいはつまんでたけども、ご飯としてガツッとは、うん、あんまり近い時間で食べると、この勢いで喋ると吐きそうになる。すいません、お食事中の方いたら、ごめんなさい。あんまり大声で喋ると、ほら、まずいでしょ。だからといってお腹いっぱいだから、今日は静かな声で話します。つうのも、いかがなものかだったからね。そうしたら、何時にご飯食べてんだろうなと。2時に食べて平気。うん、さっきは2時だったけど、うん、3時5時やってた時は12時ぐらいかな。なんかね。うん。コンビニでおにぎりとか買って、入って、うん。軽食だね。あ、まあね。その後がっつり。そうでもない。私ね、食事大体なんかそういう感じだから、いつも。そうなの？うん。貧乏なんだ。
いやいや、そうじゃなくて。いや、まあ、決して、お金があるとは言わないけど。うん、でもまあ、もうちょっといいものは食べられるよ、食べようと思えば。うん、うん。でも、うん。そうなんだ。朝食だからね。毎日おにぎりなんだ。違います。そうじゃなくて、私って極端だからさ。そうか。二部をやるために、三時五時をやるためには、おにぎりなんだな。じゃなくて。じゃなくて。じゃなくて。はい、わかりましたね。あ、でも3時5時って、私が始めた時は、その当時のディレクターの森谷さんっていう人が、すごい緊張してたら、とにかくその時間聞いてる人いないから。あ、やっぱりいないんだ。うん、大丈夫って言ってた。だから、誰もいないと思って喋ればいいんだね。そう。誰も聞いちゃいないから、ここだけの話だけどさ、ってまいの。そう。全国でみんな聞いてるんだ。気のせいだから、大丈夫。気のせい。あ、そうか。誰も聞いてない。あ、ここ大事ね。メール来ても気のせいだ。